ここは大阪メトロの主要駅の一角をなす本町駅です。今回はこの本町駅から大阪メトロの変わった区間をご紹介します。今いるのは本町駅に乗り入れる路線の一つ、御堂筋線のホームです。大阪市内の大動脈である御堂筋線では各駅のリニューアルも進み、この本町駅でも床の仕上げの異なる場所がありますが、今回ご紹介するのは御堂筋線ではなく、この駅に乗り入れるもう一つの路線、中央線です。ホームの中央にある階段から中央線のホームを目指します。天井にある本町のアルファベット表記の配置に並んだ蛍光灯を眺めながら連絡通路を進みます。天井が低いので一見すると分かりづらいですが、遊び心のあるデザインです。この動画を御堂筋線のホームから始めたのはこの蛍光灯を入れるためです。連絡通路は一度上の階層に上がりますが、中央線のホームは御堂筋線よりも深い場所にあるため、この先で一気に下の階層に降ります。途中の通路には電球色の照明が点灯し、リニューアルが進む様子がうかがえますね。階段は途中で雰囲気が変わり、左右には緑がかったタイルが並びます。御堂筋線のホームとは少々離れているらしく、乗り換えには案外時間がかかります。中央線のホームがある階に降りてきました。ここでこの後の話にも関わってくる中央線の概要のご紹介です。中央線は西のコスモスクエア駅から東の永田駅まで大阪市中心部をほぼ東西に結ぶ全長 17.9km の路線。永田駅から東では近鉄京阪奈線と相互乗り入れしており、京阪奈線は近鉄で唯一電気を架線ではなく線路脇のレールから集める第三機場終電の車両が運行される路線となっています。ちなみに中央線のラインカラーの緑色は沿線にある大阪城公園の緑が由来と言われています。今私がいる本町駅には御堂筋線と中央線、そして四ツ橋線が乗り入れており、中央線のホームを介しておおむねこの字型に並んでいます。そしてこの駅では御堂筋線以外の場所でもリニューアルが進み、中央線のホームでも工事が行われ、線路側の壁面は新しいものに改修されています。なお四ツ橋線のホームは一足早くリニューアルされ、綺麗に生まれ変わっています。これらを踏まえ駅構内などを見ていきましょう。ゆるいカーブと下り勾配を抜けてやってきたのは京阪奈線の生駒駅で折り返す列車。朝夕を除きほぼ全ての列車が京阪奈線に直通するものの、日中は半数が生駒止まりとなっています。大阪メトロのドル箱御堂筋線との乗り換え通路がこちら側の端にあるため、先頭車両に乗客が集中し混雑が激しくなっています。ただしこのホームをしばらく見て回ると変わったところがあることに気づきます。ホーム自体はそれほど広くはないですが、反対側のホームまでは距離があり、双方のホームが離れていることがわかります。線路の間を丸ごとホームにできれば混雑を抑えられそうですが、線路同士が離れているスペースを活かしきれておらず、一面二線の島式ホームというより一面一線のホームを連絡通路でつなげた構造です。そして反対側のホームを見ると角度がついていることがわかります。この駅、二つのホームが平行に並んでいるのではなく、奥に行くほど間隔が狭くなります。中央線の車両は1両あたりおよそ19メートル、6両編成で運行されており、ホーム全体は120メートル余りあります。ホーム自体はほぼ直線で、端まで行ったところで2つのホームは直接つながっています。つまり中央線の本町駅のホームは全体では V 字型の構造となっています。途中には出口もありますが、それ以外の部分は壁で仕切られホームにはなっていません。ちなみにこの先にある四ツ橋線のホームは普通の相対式で、御堂筋線や中央線に比べて利用客が少々減るため、この辺りを通る人は少なくなります。反対側から見るとホームが左右に分かれていく様子がはっきりわかりますね。変わった構造の本町駅ですが、他の駅はどうなのでしょうか。ここは西隣の阿波座駅です。線路の間隔が西側で狭くなっていたことからもわかりますが、この駅はよくある相対式の構造です。ちなみにこのカットの序盤でトンネルが妙に明るかったのは、中央線がこの駅の西側で地上に出て高架線になるからです。高速道路に挟まれて走ったり、立体構造で道路の下をすり抜ける場所もあり、架線がないことと合わさって迫力ある車窓を眺めることができます。
これはおまけカットではなく、後の話に関わってくるポイントです。前面展望を見ると、駅の手前で上下線の間の壁がなくなり、上下線は右カーブの中で間隔を広げ、そのまま V 字型の配置になっています。駅構内では間隔が広がる一方の上下線は、この先どうなっているのでしょうか。というわけで、東隣にある堺筋本町駅を目指します。駅間距離は中央線で最も短い 0.7 キロ、本町駅を出てすぐにシールドトンネルに切り替わり、短いカーブを抜けるとひたすら直線が続きます。中央線の朝ラッシュの運転間隔は、おおむね3分から4分。そこまで極端な過密ダイヤではありませんが、信号機がずらりと並ぶ様子は、さすが都心部の地下鉄といったところです。そうこうしているうちに、堺筋本町駅が見えてきました。駅の手前で、トンネルは再び箱型トンネルに戻ります。この駅では駅名にもなっている堺筋線と接続しており、連絡通路は駅の本町寄りにあります。トンネルの天井が少し低くなっていた場所で、堺筋線が上を通っています。そして前面展望では分かりづらいですが、この駅も本町駅と同じく、島式ホームではありません。ホームの終端部を曲がると、やはり長い連絡通路の向こうに、コスモスクエア方面行きのホームが見えます。本町駅とは違って、角度はついていないようです。ホーム同士の間隔は本町駅よりも広い一方、こちら側は堺筋線への乗り換え通路ではなく、利用客が少ないためか、通路は非常に閑散としています。堺筋本町駅では駅のリニューアルも始まっていないので、寂しい雰囲気が際立ちます。ちょうどいいタイミングで、コスモスクエア行きの列車が到着です。進入時に速度を落としていないことからもわかる通り、こちら側のホームも直線となっており、2本のホームは平行になっています。発車する列車の速度をぐんぐん上げていき、トンネルも本町駅に向かってまっすぐ伸びていることがわかります。堺筋線の連絡通路の方へと向かいます。本町駅では3路線のホームは重なり合ってはいませんでしたが、この駅のホームは西側で重なっています。堺筋線のホームはよくある相対式で、連絡通路は方面別に分かれており、エスカレーターを上がったところで堺筋線のホームに行き当たります。中央線の線路間隔が離れているため、堺筋線の線路と平行に階段やエスカレーターを設置できる、動線が短くて便利な構造です。本町駅では線路間隔が開き、堺筋本町駅ではホームは平行。隣の駅も気になるので、東隣にある谷町4丁目駅に向かいます。トンネルは反対側と同じように再びシールドトンネルになりますが、駅を出てほどなく右カーブになります。この右カーブが2回に分かれ、途中には箱型トンネルもあるなど、少々様子が違います。右カーブが終わるあたりでまた箱型トンネルになり、カーブの様子からも想像がつくように、ここで上下線が合流し、このまま次の谷町4丁目駅に到着します。上下線が離れる区間はおよそ 1.5 キロ前後、途中の2駅の構造の裏には何があるのでしょうか。その答えは、地上に出れば一発でわかります。堺筋線のホームにベタ付きとなった改札を出ると、出口は目の前ではなく、横にそれた場所にあります。一度小さく上がった後で二手に分かれ、地上まで幅の狭い階段が続きます。そして地上に出ると、中央線のホームの真上にあたる場所に、巨大な建物があります。そう、中央線の上下線の間には、これと同じような規模の建物が延々と続いているのです。そして他の道路と交差するところから見ると、建物と建物が繋がっているのがわかります。上にあるのは屋根ではなく、阪神高速13号、東大阪線です。そしてこの建物の名前が、船場センタービル。東から1号館、一番西が10号館、堺筋本町駅のさらに東から本町駅のホームのあたりまで、全部で10棟あります。このビルが完成したのは、1970年のことです。船場と呼ばれるエリアには、もともと商人や職人が集まっていました。ところが、市内を東西に貫く道路、中央大通りの建設に伴って道路用地を捻出する必要が生じ、一部の人々は移転を余儀なくされます。大阪の中心部ということで移転交渉が難航していたところ、道路の真下にビルを作る案が出され、限られた土地で必要な面積を確保できることから、
即採用が決まります。中央線の開業年月日はご覧の通り、全線開通まで24年がかかっています。路線は西側から順に開業したものの、開業区間は一度東側に飛び、本町から谷町4丁目までの区間が開業するまで、東西に分かれていました。ちなみに、大阪港からコスモスクエアの間は、当初大阪港トランスポートシステム、通称 OTS という第三セクターの路線で、1997年に開業した区間。2005年に、当時の大阪市営地下鉄に編入されています。そして本町駅が最初に開業した1964年10月、この時開業したのは仮駅で、長田方面行きのホームのみが使用され、淡路から本町までは、単線運転が行われていました。本町駅の西側、上下線の間の壁がなくなったあたりで線路が合流していたようです。本町駅の残りの部分と谷町4丁目までの区間は、船場地区の立ち退き後、船場センタービルと中央大通り、阪神高速と合わせて建設されました。本町駅の構内図を見ると、船場センタービルの10号館のために線路が間を空けている様子がよくわかります。本町では線路が V 字型になっているのに対し、堺筋本町では駅を挟んで東西にビルが連なっているため、線路の間隔が保たれています。ちなみに、堺筋本町の改札階には、船場センタービルの隣に線路と平行になった通路があり、堺筋線の改札越しにホームまでを見通すことができます。そして隣の谷町4丁目までの間でビルがなくなるため、トンネルは駅間で合流し、箱型トンネルに切り替わっているというわけです。本町と堺筋本町の領域には、接続各線のホームも含め、それぞれ船場西、船場東の名称が付けられています。ただし、四ツ橋線の本町駅だけは、船場エリアから外れるためか対象外となっています。また、副駅名ではないので、車内放送でアナウンスされることはありません。そして中央線の終点である長田駅は普通の地下駅ですが、この先の近鉄京阪奈線内で線路はトンネルから出て、高速道路に組み込まれるようになっています。道路と中央線の関係は、地上でも地下でも、駅の構造に関わっているのです。